静岡県草薙総合運動場静岡県草薙総合運動場体育館静岡県草薙総合運動場体育館は静岡県静岡市駿河区の静岡県草薙総合運動場内に所在する体育館である。2015年3月31日に閉館した旧体育館と2015年4月2日に開館した新体育館について述べる。 旧体育館は1966年に開場。1999年には女子バスケアジア選手権が開催。また第58回国民体育大会でも会場の一つとしても使用された。また W リーグのシャンソン V マジックがホームタウンゲームを開いていた。かつてはコンサート会場として利用されたこともあり、松田聖子やスティービー・ワンダー、ホイットニー・ヒューストン、 ダイアナロスがこの場所でコンサートを開催している。2009年4月、バスケットボールの片付けの最中に会社員がバスケットボールゴールの支柱に首を挟まれ死亡する事故が発生した。これを受けて草薙体育館を運営する静岡県体育協会グループは当面の間バスケットボールの使用を中止することになった。旧体育館は築45年が経過し、 耐震性の問題に加え建物の老朽化が進行していたため建て替えが決定した。一時は多目的アリーナとして東静岡駅北口への移転も検討されたが、現、体育館の隣接地である静岡学園跡地に決定し、2013年2月に工事が開始された。2015年3月21日、旧体育館のさよならセレモニーが開催された。 旧体育館は2015年度中に解体工事にかかり、緑地として整備される。アリーナ2014年9月より新体育館の愛称を募集した結果、この花アリーナに決定した。名称は、富士山の御祭神であるこの花の咲や姫にちなむ。アリーナの外壁にはメンテナンスが容易なチタン、暗号金板を使用して、長寿命化を図るとともに、内装材には、 静岡県産の天竜杉を使用しており、2015年4月2日に開館した。地域防災拠点としての機能も有する。静岡県関西院。静岡県関西院告示第4号。P72015 年8月3日閲覧。中日新聞プラス。静岡市長選県との課題した東静岡土地、活用は。2015年8月3日閲覧。 草薙体育館の建て替え静岡学園跡地に、決定 MSN、産経ニュース、アリーナ外周の市道脇に、静岡学園講師の石碑が混流されている。静岡県交通基盤部都市局公園緑地下。草薙リニューアルだよりナンバー3。2015年8月3日閲覧。静岡県企画広報部知事公室広報課。県民だより2015年3月号。 2015年8月3日閲覧。ABCD 静岡市。評価結果表示シート。2015年8月3日閲覧。AB、建築技術2015年8月号45ページ株式。会社建築技術館。JAN4 兆9100億3325万852。新建築2015年5月号204ページ。新建築社館。 JAN4 兆9100億4905万552静岡県交通基盤部都市局公園緑地下静岡県草薙総合運動場新体育館愛称大募集2015年8月2日閲覧静岡県交通基盤部都市局公園緑地下静岡県草薙総合運動場新体育館の愛称がこの花リーナに決まりました 2015年8月2日閲覧。日経アーキテクチャ2015年5月10日号。http://kenplatz.nikkeibp.co.jp スラッシュアーティクルスラッシュ nad スラッシュマグスラッシュ20150427スラッシュ698881スラッシュ。ab 企画広報部知事公室広報課。 この花アリーナいよいよオープン。2015年8月3日閲つらん。鹿島建設株式会社。ザサイ木に包まれる。体育館。2015年8月3日閲つらん。AB 静岡県交通基盤部都市局。公園緑地下。草薙総合運動場体育館。2015年8月2日閲つらん。静岡県交通基盤部。草薙総合運動場。 2015年8月3日閲覧。AB 静岡県草薙総合運動場指定管理者グループ。体育館。2015年11月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年8月2日閲覧。静岡県交通基盤部都市局公園緑地下。静岡県草薙総合運動場新体育館。この花アリーナ完成記念式典及びコケラ落とし。 大相撲富士山静岡場所の開催について、2015年8月2日閲覧、静岡県草薙総合運動場だより2015.7 vol.28 ありがとうございます。